Boom shakalaka, what's up homies? My name's D-Nice and we are back with Hollow Ataraxia. Where's, oh my goodness. Alright, let's go click this then. What the hell is going on here? You got some explaining to do? No signs of people in the plaza. Well, I mean, somebody's gotta be here because I saw... What's her name again? Her... Karen or something? Karen? That's a... Hold on. Actually, I don't even want to look it up because I'm afraid that it might contain spoilers, so I'm just gonna leave that alone. I'm very good at avoiding spoilers, so I need to continue that or I'm gonna be very sad. Yeah, it is Karen. Okay. Delicate piece of glasswork? What the hell is this comparison? And I need my pillow. What the hell is this, man? Yo, let me find out she's a musician, man. What's going on here? Yo, she is quite the looker, man. Like, I think it's, like, super beautiful to have, like, hair as white as snow and stuff like that. But, like, I don't know about the yellow eyes, though. She can keep that. Same thing with Ilya. She can keep those red eyes, bro. That and her being like freaking, well, the thing about it is her body doesn't really age even though she's older than she looks, but it's just like Akiso. Please tell me that wasn't the whole scene. There's no way. Okay, there we go. Making that organ just appear and just... ようこそ, エミヤシロ. 見ての通りの廃屋ですが, できる限り歓迎します. 確か... そう. 喉が渇いているのなら, 何か用意をしてあります? You know what? I am kinda thirsty, so... 結構... 別にお茶を飲みに来たわけじゃない. そうですか. 他に歓迎の作法を知らないので, 必要なものがあれば言ってください。 Man, she'll be alright, man. I don't even know you. I'm not even worried about your feelings right now. あなたがセイバーのマスターであることは承知していますから、あなたの素性を語る必要はありません。あなたはどうですか？私が名乗る必要はありますか？いや、それも結構。名前ならもう知ってる。 聞きたいことだけ聞いたら帰るから、自己紹介はしなくていい。 Yeah, we had more talking to do. あのさ、俺から話をしていいのか? ええ。質問があるのでしたらどうぞ。私はあなたに聞くべきことはありません。いえ。
一つできましたが、それはどうでもいいことです。あっそ、ならさっさと済ませよう。疑問の引き延ばしはもうたくさんだ。それじゃ一つ目、カレンって言ったな。あんたは何者なんだ。どこから何の目的で冬木にやってきたんだよ。ただの観光客だなんて言い訳は通らないぜ。私はこの教会の公認代理です。本来私程度では教会を任されることはないのですが、今回に限り期限付きでこの教会を任されました。あなたたち魔術師から見た敵側の代行者といえばわかりますか？代行者って教会の実戦部隊とかいうやつか。異端魔術師を一方的に糾弾して処理するっていう殺し屋？いいえ、表向きの意味での代行です。エクセキューター？私には代行者ほどの能力はありません。この教会の前任は優れた代行者だったそうですが、私には異端を断罪する権限も実力もない。私は教会の命を受け、この町の調査をしに来ただけの見習いです。見習いね。何？そんなのにお使いをさせるなんて、教会ってのは人手不足なのか？そりゃお使いの内容にもよるけどさ、見てくるだけなら犬でもでき。あ、適材適所ということです。私は確かに1階の修道女ですが、適任であるから派遣されたのです。Ordinary nun. Yo, she really reminds me of Claudia. But seriously though, like, you are not an ordinary nun. Don't lie to me, please. 体を持って確認する。誰にでもできるということではありません。 OK、 見習いは見習いでも見込みのある見習いってことね。納得いったんで手を離してくんない？あなたの口ぶりは勘に触りますが、疑いがないのはいいことです。いいでしょう、許します。聖杯が観測された。まあそのあたりは教会のやることだからな、いちいち聞かないぜ。問題は教会があんたを派遣したってことだ。派遣する以上、聖杯がもう一度出てきたって確証があってのことだよな。で、聖杯だけど、あんたはもう見つけたのか？聖杯らしきものが機能していることは確認しましたが、確保はできていません。私に与えられた役割は調査ですから、これ以上のことは私の分を超えています。Really now? それじゃ聖杯を奪取してどうこうしようって気はないのか？ん？なんだ、聖杯があるかないかの調査って言うんなら、目的はもう果たしてるってこと？ここに派遣された任務は果たしています。ですが、形式上とはいえ、私はこの教会の代行を任されました。冬木の町が異常であるのなら、これを解決しなければなりません。矛盾してんな。聖杯を確保する気はないけど、聖杯が起こしている問題は解決したいってこと？あなたほどではありません。断っておきますが、今回は2つの役職が重なった結果です。聖杯の調査とこの町の司祭代行、任された以上は両立しなくてはなりません。へえ、あんたの意思じゃなく、仕事ってわけね。 You sound like quite the busy person, if I'm being honest. それで俺を呼びつけたってことか。 Yeah, and you killed me while you were at it too. ビジネスライク多いに結構。安っぽい正義感より何倍もいい。ね、聖杯はどこにあるんだ？場所、知ってるんだろ？その弦には横島なものが感じられます。あなたには教えません。別にいいけど。じゃあ2つ目の質問な。あの怪物は何なんだ？また聖杯が出てきたことと町の異常と、
あの怪物たちは関係あるんだろう。それは言えません。約束がありますから。それに私が教えてはあなたの誇りを汚してしまう。不愉快そうですね。力ずくで聞き出しますか。だからあんたには興味ないって言ってるだろ。力ずくなんて言ったらほら。Makes me sound like a burglar or something. いいよ、無理には聞かない。 Or yeah, that too. けど、あれは何なんだよ。あんたさ、体からあの怪物を出してなかった？それは誤解です。エミヤシロ、あなたは悪魔月という言葉を知っていますか？悪魔月？Yeah, that was definitely very graphic, and I would appreciate it if you get that off the screen, because I don't want to see that, man. It was disturbing, and it's very disturbing, bro. それも誤解です。関係のない話ですが、私の仕事はエクソシストの助手でした。私は悪魔に取り憑かれたことなどないし、この先も取り憑かれることはないでしょう。魔の温床は健全な肉体です。私の体では彼らは目を拭くことができないのですから。ん？ならなんで悪魔つきなんて言い出すんだ。あんたの体悪魔月って言うんなら割と納得いくんだけどな。ポルカミセエリア。What the hell? なんか、the hell is that? すごく口汚いこと言わなかったか。せっかちな人ね、と言ったのよ。本題はこの後です。おとなしく聞いてください。悪魔月は様々な霊障を引き起こします。ラップ音、ポルターガイストといった周囲の干渉から、取り付いた人体への干渉。それは悪魔の温床となった人間にのみ発現する病と言えるでしょう。ウイルスのように周囲の人間には広がらない毒です。当たり前だろ。つきものが風のように空気感染していたら今頃真っ当な人間はいなくなる。そうですね。けれど霊感の強い人間が魔を感知できるように、魔に疲れた人間に近づいただけで同じ霊障を起こしてしまう人間もいます。率直に言って私のことですが、私は悪魔と呼ばれるものに近づくと、その悪魔が起こす霊障を再現する特異体質者です。飛脚霊媒体質と私の師は言っていました。 What the hell?何？要するに悪魔の近くに行くと悪魔になるってこと？頭の悪い回答ですが、正解としておきましょう。わー、正しくは自動的に魔の霊障を再現するということです。例えばあなたが風邪に感染したとします。まだ発病は先なので
少し体が重い程度だとしましょう。そういう人の近くに行くと、私はその病気が起こすであろう病状を発言します。言ってしまえば病人が二人に増えるということです。あなたには危害を加えてしまったようですが、根本的に人に迷惑をかける体質ではありません。どうぞ今後は気にしないように。どうぞって言われてもな。まあ元から気にしてないけど、騙し討ちはなしだぞ。なんかあんたに近づくと痛い目を見るって体が怖がってる。 That's because it already has。 そうでしょうね。私は慢性的な悪魔つきですから、あなたならともかく怪物が近くに来れば影響を受ける。怖いのなら怪物が近くにいるときは私から離れることです。 Thanks for the tip. It's kind of late for that though. Very, very late for that.じゃあ、あの時は。おそらく、あの怪物の霊障を再現したのでしょう。あれらは、濃度は落ちていますが、悪魔に連なる者たちのようですから。私の体質のことはこれでいいでしょう。質問を続けてはいかがですか？ああ、じゃあ最後。3つ目、町の異常について聞きたい。どうしてかは知らないが、聖杯がまた出てきた。そいつをめぐって聖杯戦争が再開したと俺たちは思っていたけど、この戦いは曖昧でどこかおかしい。登坂はこれが再開ではなく再現だと言った。仮に、そう、仮に、仮に聖杯を欲しがっているマスターがいるとしてもだ。こんな終わりのない戦いを続けて何がしたいんだ。I mean… ですから、戦いを続けているでしょ。終わってしまった第五次聖杯戦争を続けること。この町の異常は全てそれを起点にして起こっている。何かがおかしいなどという言葉がおかしいのです。この町は全てがおかしい。何者かの願いによって偽りの4日間が作られているのです。 Well, can we stop that ass, man? Cause I'm tired of repeating 4 days. I don't know about you. じゃあ、全部偽物ってことなのか？ What the hell? いいえ、偽物は一人だけよ。たとえこの4日間がありえない日常だとしても、登場人物さえ揃っていればそれは現実にも起こり得ることなのですから。戦いが再現されているという前提は間違いでも、そこで起きた出来事は幻ではありません。この日々は真実です。あなたの日常はこの4日間が終わっても正しく続いていく。エミやシローが失うものは何もない。そうか、よかった。これが続くならあとはこの4日間を何とかするだけだ。それであんたは聖杯戦争の再現とは関わりはないんだな。主に誓って。話は前後しましたが、私の目的はあなたと同じです。聖杯の調査と冬木の町の平穏、この2つを果たすためあなたに協力してあげます。もっとも協力といっても情報を提供するだけですが、ここでは私は物事を変えられない。解決できるのは第五次聖杯戦争に参加したあなただけです。なんでだ。ああ、いや、あんたが部外者っていうのはわかるよ。聖杯戦争を終わらせられるのは参加しているやつだけっていうのも頷けるけど、それがなんで俺限定なんだ。遠坂でも桜でもマスターなら勝ち抜けば。これは第五次聖杯戦争の再現です。前回の勝者はあなただった。そういった意味でこの戦いを司るのはあなたです。エミやシローだけが
第五次聖杯戦争を終わりにできる。いいですか？この再現を解決したいのなら、それは願った者が自ら聖杯を放棄するか、前回通り勝者たるあなたがその人物を倒さなければならないということです。なんか言葉遊びみたいだけど、これが第五次聖杯戦争の再現である以上、結末も同じように俺が勝つことにしないとダメってこと？ねえ、これは聖杯と聖杯の戦い。上級の魔術は概念と概念の戦いになります。どちらが強者なのかではなく、どちらがほころびのないルールを有しているかの測り合いになる。私には聖杯という秩序を論破するだけの力はない。助言者として介入するのが精一杯。戦いに参加したくとも言葉の決まりに阻まれてしまうのです。 Screw the rules, I have money. Like, that's what you need to say. とりあえず礼は言っとくぜ。何をすればいいか分かったからな。もう行くのですか？まだ聞くべきことはあるでしょうね。あるけど、あんた知らないだろ。聖杯に願いをかけた奴の居場所とか、怪物たちの消し方とか、そっちは自分で探すからいいよ。小難しい話は犯人を見つけて直接聞き出せばいい。もうあんたにも教会にも用はない。That face. あなたの問いには答えたのですから、一つぐらいは付き合ってください。じゃあ、できるだけ手短にな。おい、質問があるんだろ？言えよ。まったく。今日は前に比べて乱暴なのね。は？ What is the question? 前に比べてって。いつだよ。あなたが知っている私との出会いです。公園や山で出会った時のあなたはもう少し紳士的でした。 Oh gosh. 今日は気が立ってんだよ。場所が悪いんだよ、場所が。 Yeah, I gotta be reminded of that freaking guy. もう少しマシになる。そうですか。日中私はここにしかいられません。夜に出会えるのは4日目の終わりだけですから、あなたとの関係はこのままということですね。そうなんだけど、心配するな。どの道もうここには寄りつかない。 Wait, are you actually salty about that? Really? Really? Goodbye.Okay, so we can talk to Saber, we can talk to Saber, we can talk to Ayako, and Lancer. So, let's talk, I mean, whatever, let's talk to Saber. That's what we do around here, we talk to Saber.さて、買い物はこれで大体は。あ、そうだ。藤姉は後でお菓子を足すって言ってたけど、いつになるかわからないからな。よし。Oh my god! Saber, WTF is this? Please, not this adorableness again. Please, I can't handle this. Please stop eating. I can't.
白。夕食の買い物ですか？ Thank goodness it's over. セイバーも珍しいな。商店街に一人で買い物に来るのも。あ、これはですね。とりあえず、俺も江戸前屋に買い物があるから、温かいうちに食べちゃってくれ。先に一人だけでいただいてしまってすみません。ね、あれはセイバーの分だろ。Yeah, we don't need to turn this back in a food state night. 財布渡してなかったけど、大丈夫だったのか？はい、タイガにいくらかいただきました。不思議。Really? お小遣いとは気前のいい話だ。ええ、家で会ったタイガはいつになく上機嫌でした。これでおやつを外で食べてきてね。Wait, payday quite a long time ago. シロ、顔色が悪いのですが、どうかしたのでしょうか。How often do they get paid? そうか、不死ねえか。Wait a minute. Did she steal our money? Interesting. タイガがどうかしたのですか？いや、至っていつも通りの不死ねえだ。Indeed. しかし、そういえば俺は小遣いもらったことないな。Word. そうなのですか？昔から藤姉は懐周りはピーピー言ってたからな。職についてもあんまり変わってない気がす。ん？ Wait.And great. 少々足りませんか。 Yeah, she's already struggling. 今日は大判焼きで満足しましょう。中華まんはまた後日の楽しみということで。 Yo, I don't. 過ぎたる幸せは You're an eating machine, girl. Do you even understand how much you eat? 肉まんが気になるか、セイバー。 いえ、そんなことはないのですよ。これ以上完食をいただいては夕食の差し入れ。大丈夫。I ain't trying to heal that. 食べきれなかったら半分もらうから。こっちの懐はまだ余裕があるし、遠慮はいらないぞ。はあ、これが肉まんなのですね。白。無事ねえに感謝しなくちゃな。生地の中に閉じ込められた肉汁の旨味が、さて、それじゃあ戻るか、セイバー。申し上げにくいのですが。 What?あそこに入っているアンマンというものも気になるのですが、どのようなものなのでしょうか。あ、OK。Wait。こうなったらとことん付き合う。You, she really likes buns, dude. I don't even. What the hell? シローもセイバーも。ライダー。The hell are you doing here?I was thinking, what the hell is that noise? But now I know, I guess. 何事ですか、ライダー。 What? What? Why did she do that? Why did she go Saber mode on her real quick? 肉まんを食べていましたね。食べかすがついていますよ。いえ、それよりも、いきなり呼び止めたのはどういうつもりですか。 Yo, why are you being so serious?
突然あのような運転で商店街の静寂を乱し、欲しいままに振る舞うあなたの所業にはほとほと呆れます。 OK、 所詮ライダーとは荒れ狂うカンバのように騒がしいものなのですね。 Yo, what? そのようにセイバーに言われるとは心外ですね。そう、これを見ても同じことが言えますか。 Hold on, is Ryder gonna be a savage? She gonna pull She pulled out a bun, didn't she? Ryder, それはどういう。見てわかりませんか。これはあなたの好物の大判焼き。Yo, she's a savage! コシアンのみならず、Dude, she is such a savage! Get wrecked, Saber! Oh, she's gonna be like, oh, what happened to all that talk you were saying? Huh? You were talking all that trash. Why are you so quiet now, Saber? Huh?Come on, Ryder. I... General Ryder? もしいただけるというのでしたら喜んで。あなたの条件は何ですか、ライダー。 What are your conditions? Yo, how do you just quit like that? Where's your pride? いえ、何も。え？ What? これは一回、どういう本は？ Did she really...そんなに急いで頬張らなくても大判焼きは逃げませんよ。セイバー、私は常々同じ屋根の下で暮らす者同士、顔を合わせるなり喧嘩を売り合うようなわだかまりはよろしくないと思っていました。 She's always talking so much crap now。 これを機にあなたと仲良くやっていこうと思い、まずは挨拶代わりに。Yes, can you be nice? She did give you your favorite. You should be ashamed of yourself. You literally just quit. You flat out quit. Shiro, あなたは私を笑いますか? Yes. No, 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 not at all. No. 私は白が足りませんでした。ライダーは円満な日常を求めていたというのに、私は今までそういう私の至らなさ、積極の早く食べないと冷めますよ、セイバー。ああ、そうでした。Wow, you have no shame, dude. Unbelievable. そうでした。シローにもぜひ受け取っていただきたいものがありました。 It better be hot pot.Something. 別にお腹はまだ Chinese stir fry? Anything? ライダーも藤根から小遣いもらったのか。 いえ、こちらは私の自腹です。 Wait, where did you get the money? 迷惑をかけたお詫びとして、ぜひとも。これです。シロ、どうぞ。ああ、サンキュー。って。今のシロにはこれが必要だと思います。いろいろお疲れの様子ですので、これを召し上がってぜひともせん。いえ、力をつけていただきたいと。I don't think that's drinkable, is it?確かに最初は鼻についたり、飲みにくかったりするかと思いますが。いや、ライダー。ビール酵母の方が良かったのでしょうか。そういうことじゃなくて、まあ今日は一体どうしたんだ。 いえ、いろいろ思うところがありまして。そうか、藤根やさくらに二人とも仲良くしなさいって言われたかと思った。それも別に、ますますわからないな。俺とセイバーに一つずつだろ。じゃあ、さくらにも何か買ってきてる？ええ、やはりさくらが一番重要ですから。The most essential one。大事や大切じゃなくて。What did you get her? もしかして、さくらに何か隠してる？ Good question。何のことでしょう？ Wait, why are you over...
Yeah, you're being kind of suspect right now. Shiro, 私は… What the hell? What is this? Tsumami gui desu ka, senpai? Wait, what? ふ、二人ともそんなに怒らなくてもいいじゃないのよ。藤根、それが食い荒らしておいて言うセリフか？反省してくれ、反省。そうですよ。おやつが欲しいんでしたら言ってくれればよかったのに。Yo, Sakura's been ripping Fujine a new one lately. Oh my goodness. シローの家のおやつにそんな他人行儀なのは嫌じゃない？欲しかったのは水いらずの食卓なのよ。シローのものは私のものなのよ。ブーブー。だからって。つまみ食いはダメだって何度言ったらわかるんです。Did she just want people to stop fighting or something? さくらちゃん怖い。She is scary. さくらが1ヶ月前から楽しみにしてたフルールの予約限定生産のスペシャルケーキだからな。それにさえ手を出さなかったら俺だって。先輩、藤村先生に甘いです。Oh, man. She's becoming that Sakura dude. そうだ。もっと真剣になるんだ、藤根。反省しよう、反省。桜本気で怖い。だからって、つまみ食いはダメだって何度言ったらわかるんですか？What is... Whoa, what?What was that? ライダー、先輩の血をつまみ食いしてたわね。あら、黙っていればわからないと思うの？藤村先生がおやつをつまみ食いするのは多めに見ても、あなたが先輩を盗み飲みするのは。お仕置きしなくちゃね、ライダー。Yo, I'm scared for her life. はあ、反省してるってば、さくらちゃんもシロも。ほら、反省してるって、さくら。うん、ついカッとなって食べた。全部食べるつもりはなかった。反省している。気の利かない少年犯罪の容疑者コメントみたいなのも実に藤村先生らしいんですけど。 Yo, she is literally treating her like a child. Even though that's how she acts, but seriously. 女藤村、片木の皆さんにご迷惑をおかけして申し訳ない。しっかり詫びは入れさせていただきましょう。牛一般の恩義も心得ないやからと思われちゃおじい様にも合わせるとはないわよ。わびか。柿の積み増しはやめてくれ。今でさえ貯蔵の限界に達しつつあるんだから。でも藤村先生の謝罪の意思はちゃんと受け入れないといけませんよね、先輩。まあそうだけど、ここにいるのは心が広い方ばっかりですから。ほら、ちゃんと藤村先生が謝ればみんな気にしませんよ。ああ、もう、さくらちゃんは良い子だよ。あの子に食ったらしいロリッコと交換してするな。 What? なるほど。詫び。詫びですね。詫びを入れれば、みんな許してくれるのですね。Dude, what? さあ、私は何も。そう、ライダーが言うのならいいけど。Alright, if you say so. とりあえず、これはありがたく飲ませてもらうから。ええ。貧血や勢力減退の時にはぜひ。では、私はさくらに渡すものもありますので。Yeah, just don't drink my blood again, or you literally might get, like, murdered or something. Oh. しゃべる時には口の中を。The shameless one is back.
1号を乗って行かれっぱなしだ。I should have hitched a ride with her, to be honest. いえ、どうしたのでしょうね。彼女は一体。ああ、ですがこのカスタード大判焼きはなかなかにまろやかで、まったりと口に広がる甘さが何とも言えず。じゃあ、買い物も済んだから帰るか。お待ちください、シロ。どうした、セイバー。まだ私は、アンマンをいただいてません。What the hell? What is... 短いことを言いますね、セイバー。What is this? アンマンが食べたいのでしたら、そう私に言っていただければ。I what am I even watching at this point? Eh? What is the other one? Seiba. Ah, you are not. 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 You are not.こちらも温かいうちに。もちろんです、もちろんです。ドゥドゥニュー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 。シローもいかがですか。俺よりもセイバーに満足いくまで食べさせてやってくれ。あ、言うまでもないけど、晩飯残したらダメだからな。Then she'll just literally eat us out of house and home. But actually, nah, that's Fujin's job. These are facts, man. Complete facts. Oh my goodness. It's nighttime and nothing new is happening. So we're gonna call it a day.And it is the 9th or day 2. But hope you guys enjoyed the video. If you guys liked the video, make sure to slap that like button, hit subscribe, and I'll catch you guys in the next one. Peace.